宝目バイオリン教室へようこそ。ご視聴ありがとうございます。今回はパヘルベルのカノンをやっていきます。有名な曲ですよね、の合奏編をやっていきますね。第1バイオリンを皆さんが弾いてください。第2、第3バイオリン2つのパートを私が担当して弾きます。テンポなんですが、ほんの少しゆっくりめです。あんまり遅すぎるとですね、今度逆に長い音符がね、弓がとても辛くなってきますので、その折り合いをつけたテンポ設定になっております。8分音符が64で、出だしのファーミーレドのところが2分音符で書かれている楽譜をお持ちの方は4分音符が64の設定でやっています。それと私のフィンガリングとかボーイングとかはほんの一例ですので、全くそっくりそれと同じでないといけないということはありません。ボーイングなんかは人前でね、発表会とかで弾くときは合わせるんですけれども、お家でお楽しみいただく分にはそこまで厳密にしなくてもいいかなと思っておりますので、スラーとかダウンアップが違っても気にせず楽しんでみてください。ですので、お家にカノンの楽譜をお持ちの方はそれを使ってやっていただいたらいいですし、お持ちでない方は概要欄にね、おすすめのパート譜のリンクを貼っておきますので、そこからご購入ください。ファーストポジションだけでも弾けるように、1オクターブ高いところは下げて書いてあったりしますのでね、ご自身のレベルに合わせてやっていただけますし、もう何だったらね、早いところここですねとか、ここもまだ難しいわという方はもう休んじゃうとかね、また弾けるところ、8分音符とかになったらそこから再開するとかでもいいですし、ご自由に参加してみてください。それではどうぞ。Thank you.